リンチャンネル、さあ始まるよ。じゃーん、おはようございます、エミリンこと大松エミです。音量バカなんですけれども、今日はめちゃくちゃテンションが上がってるので、音量も大になってしまうと言っても過言ではない、と言っても過言ではない。というわけで今日はクリスマスパーティーです。イエーイ、チートデ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 イからのチートデイ、デイチート。今日はチートなんです。私チートリンチャンネルです、よろしくお願いします。新居で初めてたくさん出前をしました。わーい、みんな大好きケンタッキーでしょ。お寿司屋さんにあったエビフライ、あとなんかサラダ、アボカドサラダみたいなやつ頼んじゃいました。最高じゃねえか。で、あと飲み物はスターアンベックス、ステイアンベックスでやらせてもらってます。よろしくお願いします。はい、というわけで早速食べていこうと思います。キャミコ一応ね、クリスマスパーティーだから耳みたいなのつけてみたの。これちょっと前に100均で買って。クリスマスパーティーはとりあえずみんなでするものという固定概念を私はなくしたい。つまりサムネ撮ろう先に。お腹すいたんご、お腹すいてないって言ったら絶対嘘。ケンタッキーも見せたいな。もう待って、もう無理、早く開けたすぎてボロボロになっちゃった箱が。あ、最高、いいサムネ、最高やん。こんなただの最高チャンネルじゃないですか。はい、というわけで食べます。いただきます。とりあえずケンタッキーから頂戴いたします。お腹空いてる時のケンタッキーってどうしてこんなに美味しいんですか？早く質問に答えてください。うまっ、ちょ、ラーメンよ。猫です。キャロロ、一匹猫です。メンマ、イエイイエイ、ウォーウォー、猫たち盛り上がってる、ケンタッキー食べて盛り上がってる。クリスマスパーティーってチキンじゃないですか。はい、チキン美味しい、最高、最高やな、みんな最高やな、最高やな。本当に美味しい、本当に美味しい時ってね、言葉を失うんだよ。マジでカーネルサンダースってすごい。なんでこの衣と鶏肉を合わせようと思っちゃったの？すごすぎるわ。続きまして、スタバクリームブリュレラッテみたいな期間限定のやつが出てたので飲みます。なんかストローついてなかったから、そのまま飲めっていう神からのお付けだと思うので、このままいっちゃいます、豪快に。わー、絶対にラテの飲み方じゃないことだけは確か。ビールなんよ飲み方が。しみるわ。続きまして、お寿司。パーティーといえばお寿司。なんかこれからさ、年末とかもさ、オードブルとかでさ、親戚が来た時とかにさ、お寿司取るやん。そういう意味でなんかお寿司ってちょっと特別な感じがして、すごい好きなの私は。お寿司、お寿司、お寿司を食べるよエミリンが、美味しく食べるよお寿司、お寿司と友達エミリンはほぼお寿司。ちょうどいい醤油差しの大きさのあれがなかったんで、てかあるんですけど絶対見当たらなかったんで、さらに入れました。開かない、私ちょっと知能が本当に低くて。うわー、いっそ待って、無理、大きい声出しちゃった、ごめんなさい。何からいこう。とりあえずじゃあいくらからいこうかな。ちょっとね、いいお寿司頼んじゃったの、上握りみたいな頼んじゃったの、しかも2人前、豪華すぎる。いくら、うわー、美味しそう。あー、やだ、落ちちゃう。いくらのプチプチ感がまるでクリスマスのイルミネーションのようです。やば、うまっ、イルミネーションですわ。いくらは今の時期にぴったりの食べ物といっても過言ではない。もう輝いてしまってるもん、輝きがもう心に満たされることにより、羽ばたきてしまってるから、きらめきを隠しきれてないもんね。マジで意味わかんない、何言ってんの私。で、ウニ、ウニの上にこぼれイクラが乗ってますわ。ウニ絶対美味しいやつだ。ウニ、私ウニほんと好きなの、ウニとイクラほんとに好きなの。甲子園開幕しました。甲子園開幕しちゃったよ。どうすんの、あまりの美味しさに甲子園開幕しちゃったよ、どうすんの。たまらんな。ここの寿司屋さんの寿司大好きなんですけど、いいのがね、トロタク、ネギトロとタクワンが入ってる巻き寿司がついてるのがすごい好き。はい、最高、好き、大好きだよー、絶対結婚しようねー、約束だよーって感じ。結婚するならキムタクかトロタクかみたいな決断をもし与えられたとしたら、絶対トロタクと結婚するわってぐらいにはトロタクの方が好き。最高ですよ。いやー、はい、次、寿司屋さんの大きいエビフライ。ここの寿司屋さんのエビフライが好きすぎて最近困っているのでエビフライ食べます。うわー、もう絶対やん、こんなん絶対やん、絶対に美味しいやん、絶対に美味しいやん。
こ。もう美味しい。まずなんで時間経ってるのにこんな衣サクサクで、なんでこんな中が熱いのっていう時点でもう好き。もう美味しいもん、そんな。怖い。うまっ。だこれ、うまっ。あ、いいよ、こ。おいしい、おいしい。幸せ感じちゃう。はい、というわけで、続きまして、サラダ食べます。やっぱね、今ね、カロリー高いもんばっかり食べてるじゃないですか。チキン食べて、お寿司食べて、エビフライ食べて、スタバ飲んで、ブイ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 言わせてるからさ、やばいんですよ。でも、そんな、今まで摂取したカロリーたちも、このサラダがすべて洗い流してくれます。なかったことにしてくれる魔法のサラダなんでね。ただ、このサラダ、量が多いんよな。取り分けて食べる。一気にドレッシングかけたら、ひたひたになっちゃうってことを、前頼んだ時に学習したから。最高、アボカド、待って、アボカド最高や。あんたいいよ。めっちゃ綺麗なアボカドだよ。うわ、綺麗。アボカド好きな人ならわかると思うんだけど、アボカドって結構黒くなったりとか茶色くなったりとかする中で、すっごい綺麗な、もう奇跡的に綺麗なアボカド。美しい。美しい。トマトは美しい。で、サラダはバジルオニオンソースとシーザーサラダのソースにしました。あ、もう美味しそう。もう美味しそう。もう美味しそう。ネタバレがひどいです。さすがに美味しそう。いただきます。これを食べることによってね、すべてのコレステロール値を洗い流し、今までのカロリーはすべてなかったことにし、体重が一気に落ちるというね、魔法のサラダです。うまっ。うまー。都会のおしゃれサラダだ。なんだこれ。都会のおしゃれサラダだよ、これ。おかしいもん。こんなザクザクに切ってあるのおかしいもん、サラダとして。成り立ってないもん、サラダとして。美味しい。これは美味しいわ。今のでなんかすごいもう、カロリーが洗い流された。ほいで、ここから、もう一回ケンタッキー食べまーす。やっぱクリスマスやからね。クリスマスはチキン食べてもバチ当たらんでしょ。シア&ワセです、今私。結婚したい。チキンかトロタクと結婚したい。私は本当にこんなにチキンのこと好きなのに、チキンはなんか全然私のこと好きじゃない気がする。辛い。片思い。泣いちゃう。でも片思いしてる時が結局一番楽しいんだよね。わかってる。でもなんか私本当に好きなんだって。本当好きすぎてメンヘラになっちゃうぐらいチキンのこと好きなのに、なんか今チキン平然とした顔してるじゃん。見て。なんか全然なんかその、はぁーみたいな顔してるじゃん。何をおっしゃってるのかよくわかりませんみたいな顔してるじゃん。ずるいよ、私をこんなにその検察と言っておいて、なんか全然動じてないな。全然動じてないな。本当に。響いてない。特に私のこと考えてくれてない感じがする、チキンが。辛い。私がチキンのことを好きっていう気持ちと同じぐらい、チキンも私のことを好きになってほしい。こんなクリスマスです。切ない。最高。というわけで、この後もファミリーチャンネルの晩餐会はまだまだ続きます。俺たちのクリスマスパーティーは始まったばかりだぜ。チキンロゴイエイ。のりきも。最後に動画は切るけど、またまた私は食べるんだけど、最後にマグロ食べよう。めっめっちゃ綺麗なマグロ。見て。超綺麗。ほら。どっから撮っても漏れる。待って、綺麗なマグロ。久しぶりにこんな綺麗なマグロ見たら、ちょっとお手手に乗せちゃおう。ほら。港区女子が、こういう、なんか、マグロの写真撮ってるじゃん。で、ストーリー載せてるじゃん。っていうみたいなマグロ。美味しそう、マグロ。すいません、お手手に乗せちゃって。でも、お寿司って手で食べていいって言うから。というわけで、あれからもうめちゃくちゃご飯食べまして、お昼が過ぎ、今夕方なんですけれども、さすがにちょっと食べ過ぎた、かつ栄養もめちゃくちゃ偏っちゃったなと思うので、夜はプロテインで調整したいと思います。以前にも動画で紹介させていただいたことがあるので、覚えてる方もいるかもしれないんですけれども、マジで最近めっちゃ飲んでる。ミルクティーと抹茶ミルクとストロベリーミルク。好きな味どれでも選べるからおすすめです。私はもうずっとこのミルクティー推しなんで、今日もミルクティーちゃんに全てを捧げたいと思います。プロテインって正直なんかあんま美味しいプロテインっていうイメージが、私はこれのプロテインで生まれなかったんですけど、マジでこのプロテインは普通に味が美味しいので、プロテイン飲まなきゃなみたいな義務感に襲われることなく飲むことができます。粉とミルクか水混ぜてもらって振るだけです。シェイク&プリンス。これ1回飲むだけでタンパク質 20g 補えます。一つ一つが個包装になってるんで、持ち運びもしやすいし、保存も効きやすいから、飲みたいタイミングで飲みたい場所で飲めるっていうのがめちゃくちゃいいところかなと思ってます。これね、めっちゃ振れば美味しくなる。私の個人の感想。しかもなんか振ることによって筋トレもできるし、体力もよりそれで鍛えることができる。これは多分嘘。なんか質問に答えると自分にぴったりの栄養素を出してくれるみたいなシステムがありまして、自分に合った自分だけのプロテインを作ることができます。私の栄養素はちなみにこんな感じでした。手挙げていただきます。よし、喋っとったがよう触れたわ。みんなも今画面越しでプロテインを持って一緒に乾杯しよう。せーの、乾杯。イエーイ、ケーピー。いただきます。マジで美味しい。ほんと普通のめっちゃ美味しいミルクティーと言って、この料理を出されたら、これがプロテインだということを知らぬままプロテインを摂取してしまうというレベルの美味しさです。はい、というわけで、私が愛用しているプロテインを紹介させていただいたんですけれども、この動画を見ている人限定でパーソナライズプロテイン30袋入りが本来8980円のところ6980円になります。ありがとう、藤見さん。大
好きだよ。定期便を注文したら送料無料で、このおしゃれなシェーカーもついてくるそうなので、ぜひ気になる方は概要欄見てチェックしてみてください。それでは今日も素敵な一日を過ごしてね。Have a nice day! バイバーイ!